はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、今回はこのドラゴンズクラウンブローをお送りしていきたいと思います。本日2月8日、まさに本日発売のゲームでございます。マグはね、前にこのゲームをやってましてですね、動画にはしてないんですけれど、ドラゴンズクラウンは前に1回プレイしております。なので初見プレイにはならないのでね、どういうお伝えしていっていいかわからないんですが、前もねこれやっててね、動画にすればよかったなーってちょっと後悔してたので、今回ちょっとリメイク版なので、多分中身全く同じなのかな、ちょっと映像と音楽が良くなったっていうことなので、まあ今回は動画にしていきたいなと思います。これで同時に3つ配信していることになってしまいました。お付き合いください。で、前回やってたのでちょっとおさらいとして、ちょっとトロフィー見てみますか。もしちょっとここカット、まあこんな風になってるんですが、これは PS4 も一緒のトロフィーになっちゃうのかな。これもうじゃあトロフィー持ってる扱いになっちゃうかもね。あ、これで見てるわかるね。前回私 Amazon でやって、 Amazon でしかやってないですね。じゃあ結構中途半端だね。で、今回も Amazon でやるつもりなんだけどまあ全キャラクリアは多分しないとは思うんだよな。 Amazon でまたやるでしょう。トロフィーは 40%、 半分もいってないんですね。なんだろうね、何をやってないんだろうね。アートは集めてるけど、とまあこんな感じでね、一応過去にも遊んでいますと、それが言いたかったのです。2013年ですよ、前やったのかな。2013年8月にね、マグはやってるみたいですね。その頃他に何のゲームをやってたんでしょうか、私は。というわけで、じゃあ今回このゲームやっていきたいと思います。はい、どう、大丈夫だよね。え、これもしかして押せたら出てきちゃう。一応今回バージョンではないんだ。サーバーから。でもどう、ゲラ、これ全部開いてたらどうしようかと思っちゃった今。さすがにそれはないね。よし、始めまーす。はい、自分のキャラクターね。よし、よし、行くか。初心者向け。楽しみだな。ね、ちょっとね、操作ね、その使いたいね。今回はね、どうしようかね。アマゾン終わったら別のキャラもやろうかね。行くぞい。ムニムニ動くのがまた上級者向け。腕が鳴るぜ。時間だ。読んだら行くか。準備なんだ。さて。よし、というわけでアマゾンで行きます。ひらがなはないのかな。え、まさか4文字。ロンまで入る、ロンまで。入った。マグロン。ここで行きましょう。え、色変えられんの？これですかね。ボイス。よし。よし。出番ね。待ってたわ。All right. All right. なんか怖いな。WWE みたいになってる。これはいらないね。また多分ソロだろうしね、自分のことだから。出番ね。よし、これ始めますよ。君は酒場のテーブルにつき、給仕に上物の蜂蜜酒を頼んだ。相棒のロニも今日の稼ぎに上機嫌だ。何杯目だかの杯を酌み交わすうちに、君たちはすっかり陽気になっている。こんな時、彼は決まってあの話を面白おかしく喋り始めるのだ。君がまだ駆け出しの冒険者で、右も左もわからなかった時のこと、彼と初めて出会った時の話を。
というわけでね、チュートリアルですね。ね、一回やってるからね。L コントローラーでグリグリ動くと、はい、ジャンプは×、二段ジャンプ可能。移動中、四角長押し。全然。こういうことか。こういうことだね。回避は R1。サクセス。四角とヘルコンを繰り合わせることにより様々な攻撃ができる。まあ、基本的にはこれしかやんないよね、連打しかね。こんな感じ。地上と同様に組み合わせることによってさまざまな攻撃ができる。空中、作成です。長押しでガード。ガードって俺あんまりやんないよな、いつもな。ガードを破られてしまうことがあります。そうなの。地面に刺さった武器は一定時間拾えません。こういうことか。逃げるために使う感じ。これつい使っちゃう。拾うは三角。回数とかあんだよこれ。使い終わった。またやっちゃった。まあ、ここら辺のね操作はね、もう一回やんないと完全に忘れてるね。食べ物を取って立ち止まると自動で食べ始める。その扉の鍵開けてやろうか。そう言って現れたのが盗賊のロニだ。あ、さっきのやつですね。素人と丸出しの君がその時は扱いやすそうに見えたのだそうだ。カーソルは右コントローラーですね。あ、危ねえ。丸を押すとこうなっちゃうのか。危ねえ危ねえ。L1 ね。危ねえな、やっぱりもう完全に忘れてんな俺。ねえ、今やったばっかりじゃないの。これでなんかポチポチできなかったっの端で倒しちゃった。全然見えないっていうね。はい、おしまい。君はこの時から盗賊のロニと共に冒険を続けている。戦力としては全く期待できないが、鍵開けの腕前はそれなりに頼りになる。
酒場から出るを選択して町へ出ることができるようになりました。ここら辺はどうしようかね。なんか別にお伝えしなくてもいいかね。チュートリアルはね。君は冒険者の一人としてこのハイドランドへやってきた。多くの冒険者と同じく町外れの遺跡から危険な迷宮に挑むためだ。だが噂通り迷宮は甘くはなかった。生きて戻れるのは一握りで、骨が見つかって寺院裏に埋葬されるならまだ幸運と言える。君はまだ冒険者ギルドに入っていないようだ。ギルドへの登録を進めておく。ダメージ食らったやろに。そこでは仕事の斡旋だけでなく訓練によって能力を伸ばすことができる。冒険者ギルドに行けるようになりました。ギルドへ向かえ。あれなんか簡単にショートカットできなかったっけ。冒険者ギルドへ向かえ。ここね。ああ、子供用今足切りするとこだったよ。広いホールの中央には全身鎧をまとったギルド長のサミエル・ジョセフが彫像のように立っていた。君はギルドへの加入を希望する。しかしギルド長は君を一別して、商売道具をおろそかにするようでは冒険者としては落第だと突っぱねた。商売道具？確かに君の装備はこれまでの冒険で相当傷んでいる。これでは実力も半減してしまうだろう。君は装備の手入れをして出直すことにした。立ち去ろうとする君にギルド長はモルガンの魔法道具屋を紹介した。魔法使いの営むその店では魔法を帯びた装備でも修理ができるようだ。このナレーションもいいよね。なんかね、淡々としてね。今度はそっちに行くのね。冒険者ギルドに認められるためにまず君の壊れた装備を修理しなければ。ここだね。おー危ない、また壺のお姉さんを蹴飛ばそう。まあ、蹴れないんだけどね。看板に従って入り組んだ階段を降りると魔法道具店へたどり着いた。店主の魔女モルガン・リズリーがゆっくりと振り返り君の望みを尋ねる。魔力を封じた精巧な杖、錆びて欠けた両手斧など彼女の魔法で直せないものはなく、多くの冒険者がここを訪れるようだ。いらっしゃい。どれにするの？装備の修理だけでなく持ち帰った装備品の鑑定もここでできる。薬や魔法の道具など品揃えも豊富で、今後この店には世話になりそうだ。もう毎回来るよねこれね。スタートメニューが使用可能になりました。装備は万全だ。これで冒険者ギルドに君の名を登録できるだろう。こんな感じね。冒険を進めるにはギルドのさまざまな協力が必要だ。またレベル1。間違えた。広いホールの中央にはギルド長のサミエル・ジョセフが相変わらず彫像のように同じ場所に立っていた。動けないんじゃないの重くて。君は新品同様の獲物を手に今度こそはとギルドへの加入を希望する。するとギルド長はまず腕前を見たいと言って一つの仕事を指示してきた。さて君はどうする？仕事というのは神殿の遺跡でローランという戦士の手助けをすることだ。ギルド長は現地でうまく合流してことに当たれと言った。よし、じゃあ行きましょう。タッチパッドで開くことができます。ゲートに行けるようになりました。君はギルドの加入試験として神殿の遺跡に向かい勇士ローランの仕事を手伝う。これってあれかな、まだパーティーを組めないよね。なんかね、
ガモ選ぶがまだ開いてない。まあいずれ仲間ができると。町外れの遺跡に転移魔法のゲートが開いているのが見つかったのは最近のことだ。ゲートを使えば目的の場所に容易に旅立つことができる。これですね。いや便利だね。この一つしか多分今日はできないかな。古代神殿の遺跡。古代エリシア文明の神殿の遺跡には未だ多くの謎や財宝が残る。神話に残る古のドラゴンがこの文明を一夜で滅ぼしたと伝えられている。はい、もう一回やってるからね、なんとなく戦い方は分かっております。スコアが増えます。経験値になるので積極的に集めましょう。チャリンチャリン。ここら辺なんか叩けるんやと。ここら辺になんか古代文字があるな。君は鳥かごに囚われていた妖精を逃がしてやった。お前出番だぞ。ほら あいつ何をやってんだ。ほら出番だぞ出番。来たね。なんだトレジャーランク D。 ああ宝箱か。はい、もらうよもらうよもらうよ。あれなんかここら辺のさクリックできなかったっけ。なんかキラキラしてたよね。忘れちゃったよ。君はギルド長サミエルに紹介された勇士ローランを見つけた。プルプルしてるよ本当に。彼はギルドの要請を受け遺跡で行方不明になった冒険者を探している。君が冒険者ギルドに加入するためには彼の仕事を手伝わなければならない。一人で大丈夫じゃない。手分けして行方不明者を探す。すげーよ体。君は彼の指示で水没した遺跡を捜索する。後ろに倒れてるのも全部一人でやったんだね。行方不明者が失踪してかなりの時が経つ。生存の見込みは極めて薄い。可能なら彼らの遺骨だけでも持ち帰るよう頼まれた。これがね重要なんですね。骨からね生き返らせることができるんですねこのゲームは。なので持って帰んなきゃいけない。あー倒しちゃった。あー倒しちゃった。あー倒しちゃった。わざとやってるけどね。あほら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 ね、ほら、あーまた出た、またなった、またなった。なんかねこれね触るとねいろんなのがねポコポコポコって出てくるから、ほらほら開けた前よ。まだ魔法使えないのか。わーい、なんかいっぱいもうらに。ここも開けられる。さてとほらルーン文字だっけ、なんつうんだっけ。多くの軍勢は水路を通ってわーなんか強そうなの来ちゃった。積みにも船から降ろされたものだろう。あぶねー。あーやられた。ロニーがやられた。あ飯食ってる飯食ってる。あ間違えた。A だってすげえのも見つけた。肉食ってんの。どんどん食べちゃうんだよなこの。おおまたなんか出てきた。まだなんかあるかな。もうない。あここにもほらルーン文字あるよね。ねえ先行くぞ。あこれ武器どうしようかな。しまえないんだっけ。かかってきなさい。
一発。強えな。ああ、だから持って帰りたい。落としちゃうよね、多分ね。あ、罠がある。あ、これで使いたくねえな。ほら、グーリ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 。ごめんね、なんか。なんかロニーがかわいそうだ。今んとこ余裕ぶっこいてますな。あ、これこれ。君は探している冒険者らしき遺骨を発見した。こういった遺骨の傍らには死の前に書かれた言葉が刻まれていることがある。あ、そうなの。あ、今の何、もてあそばないでってやつだ。俺何にも知らんで。壁画を調べると壁の奥は空洞になっていることが分かった。壊せってことですね。壊せ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 。敵だったりするとなんだよな。へへへ。おお、なんかいいの手に入れた。かかってきなさい。なんか来た、なんか来た。痛い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 。そう、なんかね、あ、なんかいるときは、あー、間違えたーい。やべやべ、死んでもう死んでもう。クロスボウどこ行ったんだ。クロスボウは、クロスボウはどこ行った。あー、もう殴る。あ、相手が持ってる。ででで。あいてる。散々やられちゃった。まったく。敵が出ることあるんだよねって俺前自分で言っといて。あれ、また仲間の足でまといになるのはごめんだ。じゃあ仲間2匹仲間になりそうだな。なんか出てきそうだね。へい、へい。あれ、刺激？逃げ気ぐらいって倒れる。なかなか出てこないな。あー、ハーピーでかいっすな。あ、もう終わり。あー、持ってかれた、持ってかれました、持ってかれました。蹴飛ばすのかい。キャッチされちゃう。出て出て。そう、あの画面の真ん中に来てね。あー、死ぬ。アイテムねえから。あぶねー。待ち構えられちゃって飯食おう、飯。あいた。飯食ってんのバレた。あー、捕まる。これなんかさっきからやたらやられてんな。あれ、ガードはできないよな、多分投げだもんな。俺な、ガードしてみようか。あ、ガードダメだね。投げだからダメか。
あ、やべ、アップルがもう一個あるからちょっと食べようか。同じのやられてんな。空中投げかわせねえな。痛い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 。なんかボコボコにされたな。なんだかんだで下手くそ。この付近にはこうした巣が他にもいくつかあるようだ。他のハーピーに出くわす前に君たちは先を急いだ。お、急いでくれ急いでくれ。やられちゃったじゃないか。だいぶ、あ、アイテム使うの忘れてたね。レベルが上昇しました。レベル2。まあ一応ロールプレイングだからね、経験値でレベルが上がります。ボーナススコア三角、死なずにボス撃破。あ、なんかいろんなのあるんだね。一回も状態上にならなかった。で、戦利品、こういうのをね手に入れられて、さっきのあのお姉さんとかに行って、鑑定してもらうんだよね、これをね。え、どうすんだっけ、これもう鑑定できんの。すべて取得して終了。君は指示された仕事を達成した。ギルドに報告に行こう。よし、報告に行こう。の前に、いらっしゃい。鑑定どれにするの。あ、でもお金がないね、全然ね。でシールドは装備できないんで、この装備条件っていうのがあるから、そこをね使いましょう。アクセサリーも欲しいな。ここら辺が、あ、自分のものじゃないやったら売ってもよかったね。これ今売れる？売却。どれにするの？そうだ、これはだから鑑定せずに売っちゃおう。え、鑑定した方がいいんだっけ？この辺ちょっと見てみよう。え、149と106ね。お、149と。どれにするの？もう忘れちゃった。あ、でも鑑定した額がこんだけあるもんな。370払っちゃったよ。で、売却するといくら？あ、やっぱり普通に売った方がいいな。いらないものは鑑定する前に売る。それがいいみたいです。これもあれだったな。ランク見てから作ればよかったな。あ、鑑定すればよかったね。あ、ここら辺も必要か。じゃあ鑑定しよう。A ランクだからいいやつでしょ。1000しか残んないけど、これはもうこういうゲームです。どれにするの。あ、これ E だからもうこれもいらねえな、売ってもいいな。どれにするの。回復をやっぱり持ってた方がいいような気がするよね。で、これ補充量とかなんかいろんなのが書いてあるのでね。これがもうパパパパパパッとねやるんだよね。これをね流れるようにやらないといけない。あ、そうか、装備できるレベルとかもあるんだっけ、条件とか。そうだっけ、そんなのなんか、あ、そうだ、装備条件レベル2とかがあるんだ。そうだそうだ、だからそういうのもね考えて鑑定すればよかったね。初仕事を終えた君は報告のためギルドを訪れた。しかしギルド長サミュエルは
もう一仕事頼まれてくれと指示をする。君が見つけ出した骨から仲間を復活させることができるかもしれない。そうなんですよ。寺院で復活の儀式を受けさせるようにと言われた。女神アルテナを建て祀るカナン寺院は町の一角にある。君は早速その場所を訪れてみることにした。このゲームね、本当ね、ストーリーもね、何もかもね、サクサク進むんだよね、本当に。君はカナン寺院でそれがまたすごいギルドメンバーを復活させるよう指示された。カナン寺院、わーい、次。君が寺院の回廊へ足を踏み入れると、絶対こいつも戦えるだろう。穏やかな声が響いた。なんつーガタイしてんだ、本当に。何かお困りのようですね。僧侶はそう言って君に近づいた。僧侶たちの祈りが時折死者を蘇生させるらしい。女神に選ばれたまだ死ぬべきでない者には奇跡が起こるのだ。そうなのだ。迷える者よ。そういうゲームなのだ。マルゴットとエヴァってのがね、どうも復活するみたいですね。あ、今回は何、タダでいいの。新たな脈動を与え、渇きを満たし、さまよう魂を導いて、死を巻き戻し、目覚めさせたまえ、ね、祈りは女神に届き、骨の集まりは血肉をまとって再び息を吹き返す。復活した冒険者は深く感謝し、君の冒険に力を貸すことを約束した。まあ、またね、やられちゃうかもしれないけどね。彼らは宿屋に滞在して君が声をかけるのを待っている。君は宿屋にいる冒険者からパーティー仲間を自由に選んで冒険へと旅立つことができるようになった。ただしこれからの冒険では注意する必要がある。冒険から帰還した際、パーティー仲間と死別していると行方不明となるのだ。宿屋から冒険者がいなくなれば、もちろんパーティーを組めなくなる。骨を持ち帰るのだ。復活を果たした冒険者は君の頼れる仲間となるだろう。というわけで、これさっきの仲間、ほら、あんたよりは腕が立つと思うけど、ちょっとムカつくな。よし。というふうに、こういうふうにね、仲間になってくれるんですね。まあ操作はね、自分でしないで CPU が勝手にやるんで。君は指示された仕事を達成した。違うキャラがいい、違うキャラがいい。迷える者よ。復活だ、ね、何の用。ああ、お金かかるようになった。まあでもお金もね。新たな脈動を。あ、もうここはスキップね。あれ1回だけだから。というわけで今ね、なるべくね、あの、自分と同じキャラじゃない方がね、格好がつくんですね。あの、立ち位置も被るしね。ここで仲間を選ぶで、で今度はエヴァ。でこれをね、ずっと延々とやるんですね。でこの今いるマルゴとエヴァってのはレベルが2、1で増えることはないので、また骨を持ち帰ってレベル4のやつとかを仲間にしてって、もうどんどん入れ替えですね。だから次のクエストの時にはもうこの2人はもう用済みというか、でもういらないみたいな感じになるんですね。それを繰り返すゲームです、これは。愛着が湧いてもね、もうほったらかしです。また入っちゃったね、今ね。迷えるものよ。何の用。君は女神像の前に立った。像は3つ並んでいるが、どれも崩れている。それぞれ、ボロボロ、ジュラ、アルテナ、ベルナスの名で知られる女神たちだ。聖典には、三女神がその身を呈して、邪悪なドラゴンから世界を守ったとある。世界中の女神像はその時に身代わりとなって崩れ落ちたという。3つの中心に立つ女神像がもし何度もお伏せ、宝箱から武器と盾が出やすくなる。あ、こういうお伏せがあるんだ。獲得金額が少し上昇する。300払っても300以上返ってくるんだったらいいよね。これでこの子たちにも装備できるの？持ってるアイテム。いらっしゃい。敵
いなさそうですね。無理ですね。とまあ今回はここら辺でやめましょうかね。はい、というわけで今回はここまでで、今後はねちょっと今龍が如くとモンハンとね3つ被ってるので交互に、お送りすることになると思うので最速クリアはいたしません。まあぬるーくぬるーく遊んでいきたいと思います。これの場合はあのメインだけを延々とやるので、もしかしたら動画外であのもう一回ね一個前のクエストやって経験稼いでおいたりとか金稼いでおいたりとかそういうことはちょっとするかもしれません。で今回のこのドラゴンズクラウンなんですが、まあ、似たようなゲームっていうかもう同じだよね。アトラスが出したこれの次回作ってのが、オーディンスフィアっていうのを実はマグはね、2年か3年か前にね、動画にしているのでちょっと最後の方に再生リスト、追加しておきますので、もしね何でしたらそちらの方もご覧いただけると助かります。まあ、結局このゲームとほぼ似たような感じのね横スクロールアクションロールプレイングゲームみたいなやつでね、あっちはねすごくストーリーが良かったんで全キャラクリアもしているので、よかったらぜひそちらもご覧くださいませ。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。